浜那覇直也のパイロットになろう、始まりました。今日は、この番組は、国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM 宜野湾と FM 宮古から放送しております。FM 宜野湾ツイキャスからはライブ配信、番組終了後は YouTube にてアーカイブされます。番組へのご質問、コメントは今放送中のツイキャス、それと FM 宜野湾のメールで受け付けしております。メールアドレスは797@fmgino1.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組では7月にスカイマークの佐山会長のゲスト出演を皮切りに、パイロットの方々をお招きしたスカイマーク特集をお届けしました。今月10月はスカイマークの沖縄県下地島空港就航記念、スカイマークエピソード2です。客室乗務員から始まり、グランドスタッフ、ランプハンドリング、整備士、運航管理者と続きました。飛行機はスタッフ全員で飛ばしているということを改めて感じることができた素晴らしいお話ばかりでした。つくづく航空業界っていいなと思うことができました。今日はいよいよ最終回です。先日25日に下島空港と那覇、神戸、羽田を結ぶ新路線が始まりました。就航準備から処分までを成功に導いた下島空港支店の全員を代表してお二人をお招きしております。支店長としてスタッフ全員をまとめ、万全な準備に準備を重ねた三田さん、グランドスタッフとしてたくさんのお客様に対して最高の笑顔で対応した小池さん、お二人含む全員の思いは一つ、処分の成功。本日の Facebook の告知には、写真は三田さんからいただきました。感極まって涙する出発便を見送る感動の写真です。そんな処分成功にかける熱い思い、下島、宮古島の魅力を聞いてみたいと思います。それではお楽しみに。CM ですね。CM ですと。聞こえてます、三田さん。OK ですね。テスト聞こえてます。入ってます？大丈夫ですか？まなみさん、コメントを左側に映してくれたらどうですか？はい。よかった、よかった。ああ、始まりました。写真いいっすよね。ありがとうございます。本当にあの写真、これもちろんね、始まってから説明するけど、三田さんからこんな写真があったんですよって聞いた時に、もうこっちまでうるうるするぐらいなんか想像ができますから。よかった。さあ、多分今日はスカイマークの下地支店はみんな見てるじゃないですか。サイモンさんも見てるじゃないですか。 お、早速来てますね。あ、そうだそうだ。自分ね、多分 Facebook のライ、コメント、そうね、コメント来てると思うよ、多分。YouTube とかね、コメント来てたら、ぜひぜひお聞かせください。メールも来ると思う。はい。ぜひぜひ。あと何秒ぐらい？あと20秒。OK、OK。今、地上波では、なんだ、CM 中、CM が流れてます。ただ、ツイキャスとか、YouTube とか、ストリーミングでは、そのまま流れてますので。出ますか？まず、こちらの準備がまだ。ちょっと待って。ちょっと、できる。どこだ？あった。よし。OK。よし。はい、いいですか？ OK です。はい、では早速ですね、ゲストのお二人をご紹介したいと思います。スカイマーク下島空港支店の支店長の三田さん、そしてグランドスタッフの小池さんです。おはようございます。おはようございます。
下島空港新路線開設、はい、小池さん、よろしくお願いします。はい、下地島空港、よろしくお願いします。下地島空港支店旅客グループ小池です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、下地島空港新路線開設おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。本当はですね、私も行ったんですけども、あの時の全員のね、やっぱりこの熱気というか、もう、感動があったんですね、あそこでね。で、それはあったので、本当は全員の方にね、今日はこの向こう側のカメラの向こう側に出ていただきたかったんですけども、本当に2人のね、全員の素晴らしい仕事ぶりには感動したんですけども、今日はその代表として、三田さんと小池さんにお越しいただきました。ありがとうございます。いや、私はね、書便に、那覇の書便に乗って、下地に行くことができたんですけども、いや、本当感動です。本当に。で、これはね、後でちょっとお聞きしたいんですけど、まずまずやっぱりこのスカイマークエピソードので、ね、シリーズの中でそれぞれ出ていただいている方々の、まあ、お仕事の内容とかで、まあ、どういってこの、職種に就かれた経緯みたいなのをちょっとお聞かえし、お伺いして、ラジオを聞いている皆さんが、あ、三田さんのようになりたい、小池さんのようになりたいといういっぱいの方々を集めたいので、じゃあ三田さん、支店長の三田さんからですね、このそもそも今支店長になられる、もちろんその前にいろんなステップがあったと思うんですけど、どういう経緯で今のこのポジションに就かれたんでしょうか。説明、お話しいただけますか。はい、まあ、簡単な自己紹介にはなりますけれども、私は航空会社でスカイマーク一筋で、入社してここまでやってまいりました。2005年にですね、スカイマークに入社をしまして、もともと入社はグランドハンドリングスタッフに、ね入りました。はいはい。ということは最初は、当時は、はいはい、最初はグランドスタッフですね、グランドハンドリングスタッフ、その後に、当時飛行機ももう少し大きい機材で貨物をやってましたので、貨物を取り扱う部署に、行きまして、それから今度は、グランドスタッフ、地上の、旅客ですね、旅客部門に、移動になりまして、ここが一番スカイマークの人生では長い、今のところ長い、職になりますね。はい、それから、まあ、支店経験を、まあ、ずっと経験していただきまして、今回この下地島空港の立ち上げに縁がありまして、支店長として着任をさせていただきました。はい、ありがとうございます。皆さん聞きました、いろんな経験されてるんですよね、ランプハンドリング、グランドハンドリング、まあ、旅客担当と、もう様々な部署を経験されてるからこそ、まあ、支店長という、トップに立ってですね、さまざまな方々、スタッフ、職種の方々をまとめて、今回の下島の処分成功に導いたと。なるほど、なるほど。で、これ、私、小耳に挟んだここの秘密メモはですね、ちょっと書いてるんですけども、三田さん、実は飛行機にも乗っていたと。その辺、ちょっと聞きたいですよね。はい、そうですね、2008年ですね、ちょうど社内で互換制度を取りまして、まあ、一つの部署だけではなくて、まあいろんな部署を経験してみましょうというのも一つの先駆けで、グランドスタッフと、客室乗務員ですね、ここの互換というのが始まりましたので、そこで私も、まあ、経験してみたらどうかと声をかけていただきまして、客室ルームにも資格をですね、取得することができました。はい、まさか自分が制服を着て飛行機に乗務するとは思わなかったんですけれども、はい、まあ、これがまた機内の状況を知った上で地上ハンドリングをやるというところに大いに役に立ちましたので、すごく未だに生かされている、良い経験をさせてもらったなっていう、はい、はい、これね、これ難しい、これは最初聞いたときびっくりしてですね、いや、確かに地上の中で移動っていうのはなんとなく想像はできてました。それが、客室乗務員として飛行機の中で
まあ、いわゆる FA さん、フライトアテンダントということで、乗務していたということを聞いたときに、面白い経歴だなと思って、この間びっくりしたんですけども、やっぱり本当にさまざまな職種を経験するからこそ、それぞれのチームワークが生まれるという、まあ、その、原点なのかなと思いました。ありがとうございます。はい。はい、ではでは、小池さん。はい、この今、下島支店、下島空港支店というところで、グラウンドスタッフとして働いていらっしゃいますけども、その前の職種とか、その前の勤務先とか、その辺のお話、聞かせていただけますか。はい、私はスカイマークに入社して2年目になるんですけれども、初めは東京の羽田空港で採用していただきまして、1年半ほど羽田空港で、ブランドスタッフとして勤務させていただいて、で今回この下地島空港支店ができるのを機に転勤でこちらに参りました。まだ2年目の、ね、方をもう羽田から下地に持ってきた、相当なこれ抜擢ですね。相当羽田で走りましたねスカイマークのエピソード2で、第2週か、グランドスタッフの方々にもお話聞いたんですけども、やっぱり、お客様のその搭乗手続き、時間すごく気になると。もちろん、カウンターの中でね、すごく、いい笑顔でお客様に接してるのはもう見てるんですけども、まあ、実はそのスカイマークという、スタッフとしては定時制をすごく心がけてるので、できるだけ早い速やかなその搭乗とかチェックインとかいうことを一生懸命やってるって話聞いたんですけど、これが羽田空港だとまた人も多いし広いし大変だったんじゃないですか。そうですね、やはりお客様の数もとても多いですし、便もすごく多いので、本当時間をとても大切に気にして常に動いておりました。まあ、私地元那覇空港なんですけども、確かに羽田に行くと搭乗口が遠かったりとかいうのがあるので、例えば、なんだろうな、チェックインは何分前って思ってても実際にそこにたどり着くまでにめちゃめちゃ遠かったっていう経験もあるんですけど、そういうお客さんって結構いらっしゃるんじゃないですか。そうですね、搭乗手続き締め切りに例えば電車の遅延とかで遅れてきてしまうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり少しでも多くのお客様をこう飛行機に乗せたいので、ブランドスタッフは一緒にお客様と一緒に搭乗口までご案内して走って一生懸命頑張っておりますよく走ってるのは見受けしますそういう羽田というところで、経験されて、まあ、今回、下島に、まあ、抜擢されてですね、しかも新しい場所じゃないですか、ね、過去にそこで経験した先輩もいなければ新しい、空港で、仕事をすると。最初に言われた時ってどんなでした。そうですね、まさか自分が下地島空港支店にこう新規のメンバーとして選ばれると思っていなかったので、最初はびっくりの気持ちと、でもすごく選んでいただいて嬉しい気持ちもありました。沖縄っていうイメージが多分すごく、その前にちなみに沖縄に来られたことはありますか。那覇市本島の方にはあるんですけれども、宮古島とか沖縄の離島には来たことはなかったです。これはまたすごいぞ。那覇には来たことあるけど、離島に行ったことがない人がいきなり離島の勤務ですよね。それはもちろん抜擢されて嬉しいという気持ちと、ちょっとした不安もあったのかもしれないね。下地、宮古島っていうところがまず想像がつかない。多分おそらくね、検索したと思う、パソコンで。宮古島、下地島、どうなんだろうって。で、そうやって、まあ、実際に来たのが、就航する、どのぐらい前ですか。就航の私は10日前に宮古島に入りまして、うん、その後少しですとかそういうのをして働いた、着任したのは1週間前です。就航日の1週間前に着任して、
ここまで準備をしておりました。いやそれってその前の1週間で1週間前に来る着任するじゃないですか。当然その作業はいっぱいあると思うんですけども、これ私の推測ですけども、三田さん間違ったら教えてください。その1週間の前の作業がやっぱり数ヶ月というかもちろんある中で、三田さんが最初にその下地に入って、いろいろやられて、それもそれで大変だったと思うんですよ、準備って。三田さんどうですか実際に。はい、私はですね、まあ、8月から1ヶ月間、8月いっぱい、この下地島空港支店を立ち上げるために本社部門でですね、1ヶ月間準備をしまして、9月の、3日から、まあ、2日の日に島入りしまして、ね、3日からこの支店に、足を運んで、立ち上げですね、支店開設の準備をずっとしておりました。もう本当にやったことのないことだらけで、飛行機を飛ばす、まあ、迎え入れて飛ばすための準備ですね、これがこんなにも、大変なのかというところで、もう、模索しながらいろんなことを模索して、なんとかですね、この就航にこぎつけたわけなんですけども、まあ、今となってみるとその模索したことがすごく自分の勉強にもなりましたし、なんでしょうね、10月25日の那覇からの541便初便が下地島空港の滑走路に着陸したときですね、これは内緒なんですけど、まあ、何も言ってないんですけど、私は心と涙を流してしまうぐらいですね、本当に、こう感動したというか、自分のこうやってきたことが支店一同で飛行機を迎え入れてるんだという感慨深い本当に思いになりましたね。いや本当にそれはね、利用者がからするともちろん初便ってことでワクワクするんですけども、よくよく考えると新しい空港に初めて便を飛ばすっていうその準備って多分想像できないぐらいの量だったと思うんですよ。しかもその短期間で、で、まあ、そうやって準備をされて、たくさんの方々がその1週間前10日前に、スタッフとして入ってこられて、まあ、小池さんもそうですけども、その方々にも情報を共有して、その1週間がまたすごいと思うんですよ。この1週間なんてほぼ寝れない状態ぐらいの多分忙しさで情報共有をしてシミュレーションをして、この時はこんな風にするんだみたいなので、それ1週間大変だったんじゃないですか小池さんも。そうですね、三田さんがおっしゃったように、その私たちが入る前にたくさん準備をしてくださっていたので、もう私たちは来て少しでもこう働く、自分たちが働きやすいカウンターの環境ですとかそういうのを整えてという形でしたけれども、やはりこういう経験は初めてでしたので、どうしたらいいのかっていうこともありましたけど、一緒に来た先輩と協力してやらせていただいて、とても有意義な時間でした。いやそれがね、今日朝私 Facebook で上げた写真に物語ってると思うんですね。三田さんはその自分が、今内緒というふうにおっしゃいましたけど、まあこれインターネットで全部で流れてるんで内緒になりませんけど世界中で見てるんでただそれぐらい感動したと。でそれがあの写真をね、この間打ち合わせのちょうど下地までいただいた時に解説してくれたじゃないですか、実は玉名さんこの写真見てくださいと。であれは確か、25日の最終便、羽田便かな、その羽田便を見送る、スタッフの方々がもうこう手を振ってるんですね。でその様子をこのズームでバーって見ると、この送り出している方々がこう手にね、こんな感じで泣いてる様子が後ろから見えて、やっぱりそういう何だろうな、感極まるものがあったんだろうと。まあそれぐらい本当に大変なことをされていたと。ただこれ私利用者からするとそんなことはもう微塵も感じられないぐらいスムーズなんですよ、全てにおいて。あれはね、本当に、バタバタしてる様子もなければ、焦ってる様子もなければ、本当に我々と接するグランドスタッフの方々、いつもニコニコして、いたというところで、すごく感動しました。ですね、メッセージ、ちょっと来てますので、ちょっとご紹介しますね。ツイキャスも、はい、ご参加ありがとうございます。佐藤坊さん、こんにちは。カンパチさん、こんにちは。ありがとうございます。直江さん、これはですね、アメリカから聞いてますよ。
アメリカリアルタイムで聞いてますよ。下地就航おめでとうございますと。リーパーさんもおはようございます。ありがとうございます。そして Facebook はちょっと後でね。はい。これはメールかな？うん。FM ギターのメールから来ております。ラジオネーム、いっちょんさん。あ、いつもありがとうございます。玉縄さん、三田さん、小池さん、こんにちは。質問いいですか？ということで質問来てます。三田さん、ご出身はどちらですか？はい、出身は東京の出身になります。三田さんは東京のご出身と。はい、その次の質問。下地島支店長に配属が決まって、一番のご感想とどんな支店にしたいと思いましたか？素晴らしい質問が来てますね。はい、下地島空港に着任が決まったときには、もう新しいことに挑戦できるというところで、非常に前向きな気持ちで、楽しみだなという気持ちで、この島にお邪魔させていただきました。すごいな、新しいこと、もちろん新しいことだからこそ大変ではあるんだけども、はい、まあ、そういったチャレンジ、素晴らしいです。ありがとうございます。小池さん、2年目なんですね。羽田とすごいギャップだと思いますが、どんな楽しみ方、下島ならではのどんな働き方をされたいと思っていますか？というご質問です。はい、そうですね。やっぱりこちらは便も羽田に比べたら少ないんですけれども、その一人一人お客様がいらっしゃることは変わらないので、でもやはり羽田にいる時よりはすごくこの環境を島らしい環境を楽しめると思うので、少しでもこうお客様と近い距離でお話ししたりですとか、そういうお客様と近い距離になって接客できたらいいなと思います。ありがとうございます。一丁さん、これは沖縄県外の方なんですけども、最後に締めの言葉がですね、タンディガーって来てますよ。ありがとうございます。タンディガタンディのこうボードを持って飛行機の前で、持ってらっしゃる方がいたんですけども、皆さん記念撮影撮ってね、であれやっぱりよく聞かれるんですよ、どういう意味ですかと。で、私はまあ沖縄の人間なんですけども、沖縄本島なんで、最初は昔ですけどもいっぱい分かんなくて、沖縄ってね、島言葉がいっぱいあって、まあ、そこで本当にまさに下地島でタンディガタンディと、皆さん写真パチパチ撮られてましたよね。はい、質問ありがとうございます。ありがとうございます。もう皆さん期待していると思います。ですね、あとはメッセージ、これはツイキャスかな、ツイキャスですね。はい、カンパチさん、ありがとうございます。ワクワクと不安の連続だったんでしょうね、いつの日か必ずお伺いしますというメッセージいただいております。ありがとうございます。はい、ディーパーさん、ありがとうございます。玉名さん、ラジオなのでこんな感じでは伝わらないですよってなんか伝えたいね、ラジオでね。ありがとうございます。で、この今までのご経験がある中で、下島っていうところでやっぱり空港の規模も違うし、お客様の量も違うんだけども、でも先ほど小池さんが言った一人一人に接する時間というか距離というか、その辺が我々お客さんからしてもすごく近い感じがしたんですよね、印象として。やっぱりそのあたりが多分おそらくスタッフの方々も、そういうふうに感じられて、お客さんと接してるのかなというのはすごく感じました。で、私はね、初便で、那覇空港から、下島にその日行きました。で、あれって那覇空港の便が一番最初の便になるんですよね、下島到着の。そうです。で、その時に三田さんが涙をしたと。で、あの時って、私は一、旅客としてですけども、降りました。タラップを降りて、この路面を歩くっていうのはなかなかない。例えば、羽田空港でタラップを降りると、目の前にバスが待ってるのはあるんじゃないですか。そうですね。それがタラップを降りて、もうターミナルに歩いていくという、あれ、もちろん皆さんはね、空港のスタッフとしてあの辺りも何度も歩いてると思うんですけども、一旅客としてタラップを降りて、徒歩で歩いて行ってターミナルまで行く。
で、ターミナルに行くと今度、あれ、なんて言うんだろう。あの、言い口がおしゃれなんですよ。あの、どう説明したらいいんだ。木が、いろいろ右左いっぱいあって、なんか道がまっすぐでもなく、こう斜めになって、こう回廊になってる形で、なんかワクワク感がそそられるんですね。空港に来た感じじゃないですか。で、そこから、入ると、手荷物受取所っていうのがあるんですけど、お客さん、私、一応お客さんとして、いろんなお客さんと降りてくるじゃないですか。まず降りてきたとき、皆さんがもう完成なんですよ。おーおーって。もちろん上空間もそうですけども。で、降りて、で、ターミナルの中入ると、またさらにおーって言って。あれって、なんて言うんだろう。あの、手荷物受取所の隣に、プール、噴水。あれ、おしゃれですね。ですね。私も最初来た時は本当に空港の綺麗さに驚きましたし、この水が張っているところは本当にシーサーもいて沖縄らしくてすごく可愛くて感動しました。あれすごいですよね。で、私降りてそのプールというかその池が張ってあるところパッと見たんですけど、二度見してしまったのは、さっき今小池さんシーサーって言いましたけど、シーサーではない人間のような人形のような、あの、あれなんて言うんだろうな、あの、はい、あれなんて、あ、ちょっと言葉忘れた。人間がね、あの、名前どう忘れした、あの、よくエイサーの時にね、あの、出てくる、あの、チョンダラ。そうそうそう、チョンダラ。チョンダラが、池のところにいて、こう、お客さんに手を振ってたんですけども。まあ、そこから荷物を取って、今度出ると、もう皆さんからの、この、いらっしゃいませ、ようこそっていう、この歓迎の嵐。プレゼントもいただきました。いや、本当あの、ターミナルのワクワク感すごいですね。やっぱり、あの、小池さんも、あの、三田さんも最初、その、下島に赴任されて、あの建物ってびっくりされませんでした。そうですね、あの本当にあの日本の空港の中にないあの作りをされているところがたくさんありまして、出発の時に保安検査場をどこの空港でも通ってから搭乗口まで行くと思うんですけど、そういった場所にオープンテラスがあったりですとか、あとは国内 の, あの、まあ、宮崎県の木をあのふんだんに使われていく、要はリゾートから溢れる建物の作りですね。空港ターミナルのを作る時のコンセプトが空港からリゾート始まるというコンセプトで作られているということですので、本当に下地島を出発するお客様を最後までリゾート気分を味わえて、到着したお客様は飛行機を降りたその一歩目からさあリゾート地に来たぞっていうワクワク感、これはもう下地島空港にしかない魅力なのかなっていうふうに思いますね。いや、もう本当におっしゃる通りで、でこれやっぱりあそこその写真がね、おそらくホームページとかいろいろ出てると思うんですけども、やっぱりその現場に行ってその雰囲気っていうのはやっぱり違いますね。そうですね、ぜひ生の目でですね、見ていただきたい。はい、誰しもが魅了される空港だと思います、うん、でしかもあの日めちゃめちゃ天気良かったじゃないですか。そうです、本当に天気が良くて最高の、まあ、前日までは雨も降っていましたし、すごく曇っていて心配だったんですけれども、就航日当日はすごく晴れて本当に良かったです。あ、前日は雨だったんだ。いや、当日は本当にすごい綺麗で晴れて、で私は飛行機乗っても羽田から来たんですけど、ごめんなさい、那覇から来たんですけども、その宮古島に今まで、降りてた時のルートとはちょっと違ってて、宮古島があるでしょ、宮古島の北端を通過して、でその後下島上空を通過して下島空港の真上をぐるっと回って、ちょっと写真撮ったんですけど、そこからぐるっと回って降りると。
もうカメラを持っているそのお客様たちがね、もう窓側からもうバン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 写真を撮って歓声を上げてましたよ。とにかく綺麗だったと。でそれがねついて今三田さんがおっしゃったように、もう本当にリゾート感覚あふれる、あれホテルなんか東南アジアのなんかリゾートホテルみたいなですよね。そうですね、本当にホテルの雰囲気にするという声もすごくお客様からも聞こえますね。空港とはまず思えない、あの雰囲気で、三田さんもおっしゃって出発ロビーの後っていうのは、私も今回結局下島から羽田に行ったんですけども、出発ロビーに入った瞬間に普通の空港の出発ロビーではなくて、あれね、なんかどっかのラウンジみたいな感じ。そうですね、普通ほら、まなみさんほら空港入るとラウンジっていうのがそのねあるでしょ、その上級クラスの。あんなイメージで出発ロビーに入ると、この手荷物検査して入るとなんかラウンジに来たような感じ。え、こっちターミナルなのとか。でラウンジの奥に出発のなんだろう、ゲートっていうのかな、あって、で、まあ、そこにね、まあ、小池さんとかそういったグランドスタッフの方が、いてらっしゃいませと。でそこからまた歩いていくわけですよ、外に、自分の足で。でちょうど自分は最後の便ですよ、羽田出発、羽田行きの便、ちょうど時間的に夕方で、すごく夕焼けが綺麗で、そこに自分の足でこのタラップまで歩いていって、でタラップ上がっていってと。あれはやっぱり実際歩くって、もう昔のね飛行機はそんなの普通だったんですけど、今ほとんどボーディングブリッジとかだったんですけど、あれはいい経験ですね。はい、ありがとうございます。出発のピンとかは本当にちょうど日が暮れるぐらいなので、搭乗業務をしているとお客様がみんなゲートを抜けると綺麗っていう声をすごいいただいて、すごく嬉しくなりました。いや本当その通りです、ありがとうございます。あとディーパーさんからも、歩いていくなら周りの綺麗な海も見れそうですねというふうに、書いてますけど、じゃあ、一旦 CM を入って後半はその下島のですね、魅力、まあ、空港ターミナルのお話もちょっと もうちょっと聞きたいんですけども、ちょっとお話を聞きたいと思います。はい、では一回 CM に入ります。音はこっちから聞こえる、はい、大丈夫ね、ありがとうございます。で、ね、ありがとうございます。でね、これはどこ行った、そう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 、Facebook ライブが、うん、本当？入ってない？本当？あ、そうなんだ。されてないんだ。あとで これ説明しますよ。あ、ビリーブズ。あ、ビリーブズか。あ、袋取って。せっかくなんだね。ありがとうございます。Facebook ライブはやられてないの？もしかして。本当？写真は上がった。もう太っ腹ですよ、こんな。こう、もうすごいですよ、これ。これ7名でしょ？6名にして俺がもらうのダメ。あ、もう流れてる、バレてる。ごめんにして猫ばばしちゃいかんじゃん。あの日ってめちゃめちゃ綺麗だったんで、海行くと、海と泳いでる人いるんですよ。で、沖縄だったら今日も暑いじゃないですか。今日何29度まで上がるでしょ。今日下地何度ぐらいまで、今日やっぱり30度ぐらいまで上がるんじゃないですか、今日。ですよね。今日は28度ぐらいですかね。あまり最高気温は。それもね、東京とか行ったら寒いもんね。はい。はい、ですね、
皆さんこれ見えますか、ラジオをお聞きの皆さんはですね、スカイマークからですね、豪華プレゼントがあります。これなんて言ったのか、飛行機 の、まあ、模型ですね、組み立てる模型ですけども、全長がですね、全長が40メートル、あ、これ本当の飛行機の大きさね。こっちに書いたら全長が 39.5 メートル。これ実機の話。このプラモデル自体はそう、どうだな。30センチちょっとぐらいかな。ぐらい大きな。まあ私の比べれば分かると思うんですけど、そのプラモデル、モデルプレーンをですね、実は7機準備していただきました。ありがとうございます。で、これをですね、番組をご覧の、ご視聴されている方々へ、スカイマークからのお礼ということでプレゼントをいただきました。ですね、まずはプレゼントの方法、FM 技能のパイロットになろうという、番組宛てに、スカイマークのプレゼント希望というふうに書いていただいて、完成した5文字のキーワード、これ、キーワードは後で番組の最後に、発表していただきます。今まで5回分ありましたね。なんとか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 っていう5文字を組み合わせると、まあ、ある一つのキーワードになります。それと番組へのご感想を添えてご応募ください。締め切りは最終日、今日の放送の1週間後、11月4日、とさせていただきます。で、当選者の発表は商品の発送で返しさせていただきますということで、皆さん期待してください。はい。ですね、先ほど、CM チームも話したんですけども、まあ、宮古、まあ、今日も沖縄天気んですけども、あの日は本当に天気が良くて、実は私、空港の周辺を、自転車で走ったんですけど、泳いでる人いましたね。小池さんはあそこに、まだ忙しいから泳ぐ時間はなかったか。泳ぎました泳いではないんですけれども、お休みの日にワンセブンエンドに行きました。うん、ワンセブンエンド出ました。マニアなら知ってるワンセブンエンドこれちょっとね、もちろん私は知ってます。ぜひぜひ皆さん、ラジオをお聞きの皆さんに、小池さんからですね、ワンセブンエンドとはどういうとこですか。はい、空港の着陸する、最後の着陸の寸前に通る空路のところになるんですけれども、その横に本当に綺麗な海が広がっていて、で風向きによってはそちらから着陸しないこともあるんですけれども、ワンセブンエンド側から着陸するときは本当に飛行機内のお客様から本当に綺麗なワンセブンエンドの海が見ていただけると思います。実際空港の中のターミナルのお土産屋さんにもワンセブンエンドのなんか T シャツとか、なんかボールペンとかタオルとかいっぱいありますもんね。そうですね、就航を記念してといいますか、スカイマークの下地島限定のグッズも発売していまして、でそのデザインにもワンセブンエンドの絵が入っていまして、本当にシンボルですね。本当ですよね。実は私も自転車で行きました。そうするともうたくさんの方々がカメラ持って、周りを歩いて、もちろん泳いでる人もいます。まあ、海が綺麗ですよね。うん、すごい海が綺麗。三田さんは当然あのワンセブンエンドは行かれましたよね。はい、私は着任をしまして、9月の中旬にお昼ご飯を外に食べに行って、帰りにどんなものなのか足を伸ばしていました。もう綺麗な海と、もう何て言うんですかね、この広大な景色と、まあ、ちょうどその時まだ就航前だったので、飛行機の離発着は見られなかったんですけど、もう離発着がなくても行く価値ありなんで、これに離発着がついたら、もう最高の場所ですね。はい、下地島に来たら、ぜひ足を運んでいきたいスポットの一つですね。そうですね、本当にあそこは最高のスポットだと思います。で、実際私も、まあ、海の綺麗さがすごくわかるし、でアプローチライトのガーッと長い、進入灯の写真も撮りましたし、でそこに当然カメラの方々がたくさんいらっしゃって声をかけました。その方々に
そしたらやっぱり全国の空港を、回って飛行機の写真を撮ってる方々がいっぱいいらっしゃいました。でその方々、まあ、いわゆるもうカメラのプロみたいなもんですよね。その方々に聞いたんですけども、やっぱりこのワンセブンエンド の、 飛行機を撮る場所っていうのは全国にもないんだと。滑走路のギリギリを写真を撮るっていうのはもちろん少ないし、例えばそれ 海にある海上空港だともう海なんで行けないし、海が綺麗 でエンドが本当にここまでちゃんと、接近できて、もう環境としては最高だってい う、 もうカメラのマニアの方からもおすすめの言葉をいただきました。そうですね。だから三田さんもおっしゃったように、やっぱり下地に来るからにはあそこは絶対見た方がいいですよね。そうですね。ぜひ足を運んでいただきたいと思いますね。でこれが三田さんが行った時にはやっぱりまだ就航されてないので、飛んでなかったって言いましたけど、今も飛んでるわけじゃないですか。10月25日に就航して、あれ 毎日ですよね。毎日です。でこれ毎日、どのルート何時ぐらいって今なんか資料あります？手元にあります、今北風がどうしても北風傾向になってきてますので、ワンセブンと反対側のですね、まあ、35という350度の方向に向かっての離陸になります、まあ、そっちからの着陸にもなりますので、ちょうど今この時期にワンセブンに行きますと、離陸する飛行機ですね、状況によってはこうタイヤを格納するところなども見上げながら見れると思いますし、まあ、飛び立つ時の、ジェットエンジンの音なんかも迫力があってですね、すごい見応えがあると思いますので、はい、まあ、そこからずっと、まあ、ワンセブン側に向かって離陸しまして、ずっと右旋回ですね、していく姿が見えると思いますので、私も毎日空港ターミナルの中の制限区域から見送ってその姿を見てますけれども、はい、いつ見てももう今まで十何年飛行機を毎日見てきてますけれども、やはり新鮮でいいもんですね。そういう意味では、例えばまあ、下地に、まあ、スカイマークで来て、まあ、観光されると思うんですけども、まあ、他の飛行機、まあ、他の便の飛行機、スカイマークの他の便の飛行機が着陸する時間とか出発する時間っていうのは、まあ、時刻表に載ってるわけで、その時間に合わせてそのランウェイのエンドに行って、大きな飛行機を間近で見るっていうのも結構いいのかなと思ってます。そうですね。で下地島、まあ、今ターミナルの話でランウェイエンドの話、他になんか、お客さんが行って見どころみたいなものがあればご紹介いただけますか？お休みの日に、三角点っていう、うん、本当にもう崖の上なんですけれども、はいはいはい、海が一面見れるスポットに遊びに行きまして、うん、もうフェンスとかはあまりないんですけれども本当にガイドブックに載ってないようなすごい穴場になりまして、本当に下には海っていう感じなんですけれども、本当に真っ青な綺麗な海を見ることができて、三角点はおすすめです。三角点？三角点、はい、三角点。これはガイドブックにも載ってない、もう今から殺到しますよきっと人が。やっぱり見分けていくような場所なんですけれども、うん、綺麗ですよね、うん、やっぱりなんて言うんだろう、まあ、若干高度というか高さがあるところからその宮古の海を見るとすごく綺麗なんですけど、やっぱり綺麗ですよね。本当に綺麗でした。これ私、まあ、沖縄地元の人間で、まあ、沖縄の海は、まあ、綺麗なのは知ってはいるんですけども、宮古の海ってまた違うんですよね。なので本土から来られたその三田さんとね小池さんなんていうのはもう下地に行ってこの周りの海を見て三角点から眺めるその素晴らしい海を見たときに、それは感動でしょうね。はい、次は海に行って泳いで潜って、はい、スノーケリングをしてマリンスポーツもいっぱいあるんじゃないですか？そうですね。結構
出勤の時に毎日伊良部大橋を車で渡るんですけれども、朝渡っているとこう小さな船といいますかで遊んでる方もいらっしゃいますし、結構マリンスポーツしてる方を橋の上から見かけます。伊良部大橋、これもねすごく有名なスポットですよね、観光スポット。これ北側、どうなんだろう、東側から、要するに宮古島から上がるところと、伊良部島から上がるところって両方2つあるんですけども、どちらがおすすめですか？私はでも、伊良部島の方から宮古本島に向かうときが、入り口のところに見える海が本当に、青すぎず薄すぎず本当にエメラルドグリーンですごくおすすめですね。伊良部島の方から行くときが。あそこは両方とも展望台的なものがあるじゃないですか、うん、だからどちらも本当にスポットなんですけども、あそこから見る確かに海の景色がね本当素晴らしいですよね。であれめちゃめちゃ距離があるんですけど、あれ確か聞いたことによると日本一無料の橋で長いだったかな。結構な、ね、結構な。全長3キロ。3540メートル。料金を徴収しない橋では日本最長と言われていますね。で、そこで景色がものすごく綺麗に見えるところと。はい。まあ、そこから、下島、伊良部島から行って渡って宮古島に。まあ、多分そこにお住まいだと思うんですけど、宮古島は宮古島でまだいろんなスポットがあると思うんですけども、三田さんはまあ9月に着任されてから、まだ2ヶ月、3ヶ月くらいで、小池さんはまだ本当に2週間も経ってないと思うんですけども、その中でも、地元の人に言われて行ってみたとか、ここ宮古島のここがおすすめだよみたいなのがあればぜひご紹介いただけますか。まだ宮古島本島のそのスポットにはあまり行けてないんですけれども、そうですね、サンセットビーチっていうのがもう本当に橋の伊良部大橋で宮古本島に入ったところすぐ近くにありまして、そこから見えるそのサンセットビーチっていうぐらいなのでサンセットが綺麗に見えるんですけれども、本当に晴れた日のサンセットは本当に綺麗で圧倒されました。確かに着任されたばかりでまだお休みも少ないと思うんですけども、これからね下島でお仕事されてお休みの時間にはいろんなその下島、宮古島、まあ、伊良部島も含めていろんなスポットを何だろうな、その県外の人が下島、宮古島に来ました、お仕事で来てます、こういうところはあったよって、なんかそういう情報って聞きたいですよね。スカイマークって、スカイマーク、インスタ？え？ツイッターか。ツイッターが多分あったと思うので、多分そういうので、もうぜひぜひどん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 発信していただきたいなと思います。これ、例えば私たち、沖縄の人間がね、ここいいよっていうよりも、もちろんいいんですけども、三田さん、小池さんが、こういった下地に着任しました。こういうところ発見しました。そういうなんか、レアなメッセージっていうのをね、これから発信し続けていただけると、ツイッターもバンバン拡散されるんじゃないですかね。ありがとうございます。これからどんどんいろんな情報を発信していきたいと思います。楽しみですよ。メッセージも来てます。ディーパーさんありがとうございます。自分も行ったことありますって。これ多分あれかな、ワンセブンエンドの話と思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね、と。で、同じくディーパーさんが、宮古の空港には二度行ってるので、次は下島に降りたいです。これやっぱり羽田、神戸から便が来ているというところでは、すごく利便性が高まったと思うんですね。で、実は、二日目に、出発前にインタビューしたんですよ。まあ、これは、本土からの観光客が宮古に遊びに来ました。で、これから、スカイマークの下島から羽田便に乗るという飛行機の方々に共通をしているのは、時間帯が良かった。
もちろん、コスパがいいっていう意見もありましたね。宮古島でたっぷり遊んで、ゆっくり時間を使って遊んで、そしてゆっくり帰れる。っていうのが、お客様の声としては一番多かった気がします。で、実際現場でお客様とお話しする時間っていうのはもちろんお仕事であるんですけども、死後できないと思うんですが、そういったなんか、お客さんの雰囲気って感じられました？もう楽しんだぞみたいな、お土産いっぱい持って。そうですね、就航日の羽田行きの便の搭乗口で対応させていただいたんですけれども、いろんなお客様から就航ありがとうですとかおめでとうっていう言葉をいただきまして、本当に嬉しかったです。皆さんも喜んでくださっていたので、とてもやりがいを感じました。みんなニコニコしてましたもんね。はい。ほとんど観光客の方でした、やっぱり。そうですね。インタビューしてるときに、地元の方が、一組いらっしゃいました。私がインタビューした中で。関東に住んでて、今回、使いまく便で帰ってきました。便利ですって声もありました。下島のターミナル、あそこで、小池さんたちがこのカウンターの中でいたじゃないですか。あの雰囲気って、まあ、さっきのターミナルの話も見ますけども、この天井が高くて、すべて木材で作られているすごく大きなターミナルで、あれお客さんたちもワクワクしますけども、小池さんたちあのターミナルから入ってお仕事されている時も気分が違うんじゃないですか。そうですね。すごく開放感があるので、働いていてもなんて言うんでしょう、すごくリラックスしてというとあれですけど、すごく木のすごくいい香りもするので、マスクをしていても木の香りを感じるので、すごく素敵だなと思います。あの開放感ってもちろんその天井が高いだけじゃなくて、よくよく見ると本当に開放されてるんですよね。なんていうの、入り口が普通だったらなんていうの、自動ドアでこう閉まってるでしょ、開いたままの。心地よい風が本当に吹き抜けてっていう感じですよね。これはやっぱり実際に見て、来て見るしかないですね。ぜひ、下島の今回の、就航、三田さん、下島空港支店長として、羽田、神戸、那覇からたくさんの方々が来ると思うんですけども、ぜひそのメッセージ、お客様に対してのメッセージをお願いしてよろしいですか。はい、スカイマークとしてでもありますし、支店としてもそうなんですけれども、やはりお客様に快適にですね、そして、3年連続定時制ナンバーワンの会社ですので、時間通りに安全に、そして心地よく気持ちよくお客様にご利用いただけるようにというものは、スカイマーク社員一同心がけておりますので、そういった意味で、我々の飛行機をですね、ご利用いただいて、ぜひ、下地島に来ていただいて、宮古島市全体の、良さをですね、体感していただいて、そして最後はまた、リゾートチックあふれるですね、ターミナルから、またスカイマークの飛行機で、少し未練を残していただいて、また来る機会を作っていただければな、なんていうふうに思っております。ありがとうございます。本当に皆さん、あそこはぜひ行ってください。とってもいいところです。宮古島、下島、宮古島、そうですね。はい。でも、時間も残すところ、あと数分と、あと2分切っちゃいましたね。ですね。先ほどから私話しているように、下島の書便に乗りました。実は、下島空港就航記念の特別番組を放送することになりました。先日取材させていただきました。ありがとうございます。放送日はですね、10月31日。土曜日の午後7時から FM 宜野湾の、玉那覇のパイロットになろうスカイマーク下島空港就航記念特別番組だがを生放送いたします。私が那覇空港から乗って、書便のレポート、空港セレモニーの様子、宮古島市長とのインタビュー、佐山会長とのインタビュー、関係者のパーティーで披露されたスカイマークのテーマ曲、スカイブルーの作曲者川上美音さんによる生演奏、佐山会長の機内のご挨拶など、もうてんこ盛りな情報でお届けしたいと思います。もうたくさんのコメントも来てます。本当読めなかった、ご紹介できなかった視聴者の皆様すみません。
本当にありがとうございました。三田さん、小池さん、貴重なお時間、お話、ありがとうございました。また、私もスカイマークに乗っていきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい。玉名花井のパイロットになら、この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りいたしました。また来週、キーワードよく言った。はい。最後にこれ、キーワード、最後の一文字は何でしょう。はい。最後のキーワードは、まです。ま。最後のキーワードは、ま。大変だね。はい、5文字をつなぎ合わせて、ぜひともこのプレゼントご応募ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やばいやばいやばいよ。ありがとうございました。大変だって、嫌がって俺がもらうとこだった。スタッフで開けるとこだった。作戦だったかもしれない。三田さん、小池さん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。またあのすぐ近いうちに行きますので、ご挨拶させてください。またお会いできるのをお待ちしてます。はい、ありがとうございます。どうもすいません、よろしくお願いします。ねえ